IT ガバナンスと情報リテラシー。おはようございます、マサルです。今回から経営戦略について勉強していきます。早速今回の問題にチャレンジしてください。 IT パスポート平成30年春、問4。企業の情報システム戦略で明示するものとして適切なものはどれか。あ、IT ガバナンスの方針。い、基幹システムの開発体制。う、ベンダー提案の評価基準。え、利用者の要求の分析結果。どれが正解でしょうか。正解はこちら。あ、IT ガバナンスの方針が正解でした。それでは解説していきます。まず設問では情報システム戦略という言葉が出てきました。情報システム戦略とは情報システムの導入や運用方針を立てる戦略のことです。この戦略は企業としての戦略なので、特定の部署だけに限定した方針ではなく、組織全体が最適化されるような戦略である必要があります。ではこの情報システム戦略で何を明示する必要があるかというと、あの IT ガバナンスの方針です。 IT ガバナンスというのは経営者や情報システム部門の責任者が IT を効率的かつ効果的に利用できるようにするための指針です。このような指針をもとに戦略が立てられます。それ以外の選択肢は組織全体が最適化されるようなものではないので、間違い選択肢であると判断することができます。では問題を見直しましょう。企業の情報システム戦略で明示するものとして適切なものはどれか。正解はあ、 IT ガバナンスの方針です。次の問題です。 IT パスポート令和5年問い17。 IT の進展や関連するサービスの拡大によって、さまざまなデータやツールを自社のビジネスや日常の業務に利用することが可能となっている。このようなデータやツールを課題解決などのために適切に活用できる能力を示す用語として最も適切なものはどれか。あ、アクセシビリティ。い、コアコンピタンス。う、情報リテラシー。え、デジタルディバイド。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はう、情報リテラシーが正解です。それでは解説していきます。問題文にあるように、現在はさまざまなデータやツールがあり、これらを業務に利用することができるようになっています。しかしどのデータやツールが自社の課題を解決してくれるのか、なかなか判断することが難しいですよね。その判断が適切に行える人は情報リテラシーが高いということになります。その他の間違い選択肢も大切な言葉なので、しっかり確認しておきましょう。まずはあ、アクセシビリティは誰でもサービスを支障なく利用できるようにする度合いのことを言います。例えばウェブサイトであれば、視力が弱い人のための文字の拡大表示機能、文字の読み上げ機能などがあればアクセシビリティが高いウェブサイトということになります。次のイ、コアコンピタンスは他社に真似することができない自社の強みのことを言います。例えば有名ファッションブランドのブランド力、アップルのデザイン力などがコアコンピタンスに該当します。最後は A、 デジタルディバイドです。デジタルディバイドは情報技術を利用できる人と利用できない人との間に存在する経済的社会的格差のことを言います。インターネットを利用することができないお年寄りと、インターネットを利用することができる若者では経済的社会的格差が生まれてしまいます。このように情報技術を利用できる人と利用できない人との間に存在する経済的社会的格差をデジタルディバイドと言います。それでは問題を見直しましょう。 IT の進展や関連するサービスの拡大によって、さまざまなデータやツールを自社のビジネスや日常の業務に利用することが可能となっている。このようなデータやツールを課題解決などのために適切に活用できる能力を示す用語として最も適切なものはどれか。正解はう、情報リテラシーです。ここでブレイクタイムです。試験には関わりがありませんが、今回の問題に関わるお話をしたいと思います。今回はデジタルディバイドという言葉を紹介しました。デジタルディバイドとは
情報技術を利用できる人と利用できない人の間に存在する経済的社会的格差のことを言います。この動画を見てくださっている方の多くは情報技術を利用できる人側にいると思います。しかし我々も時間が経つにつれて情報技術を利用できない人になってしまうかもしれません。現在学校では情報教育が進められています。今の若い世代は学生時代にプログラミングやネットワークなどの基本を学びます。私たちが年を重ねた時にその時の若い世代からそんなこともわからないのと言われてしまうかもしれませんね。そうならないためにも今のうちからしっかり IT を勉強しておくこと、そしてわからない人には優しく教えるという文化を作っておきたいですね。それでは最後に復習です。 IT パスポート平成30年春問い4、企業の情報システム戦略で明示するものとして適切なものはどれか。正解は IT ガバナンスの方針。 IT パスポート令和5年問い17、 IT の進展や関連するサービスの拡大によってさまざまなデータやツールを自社のビジネスや日常の業務に利用することが可能となっている。このようなデータやツールを課題解決などのために適切に活用できる能力を示す用語として最も適切なものはどれか。正解は情報リテラシーです。以上、今回は IT ガバナンスと情報リテラシーについて一緒に勉強しました。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえると嬉しいです。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋が運営するオンラインコミュニティでは一緒に勉強する仲間を募集しています。参加方法はチャンネルメンバーシップに登録すると Discord で行われるオンラインコミュニティに参加できるようになります。詳細は概要欄をご覧ください。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。